ゴルシェブシュチェーンユーリアは、ハンガリーブダペスト出身の女性元フィギュアスケート選手。冬季オリンピックでは1998年長野、2002年、ソルトレークシティ2006年トリノ2010年、バンクーバーと、各ハンガリー代表選手として4大会連続で出場。ソルトレークシティ五輪にて8位入賞を果たし、バンクーバー五輪の開会式では、ハンガリー選手団の騎士を務めた。 世界選手権には過去12回も出場し、最高順位は6位。2004年欧州選手権優勝。聖は、セベスチェン、セバスチャン、ナワ、ユリア、ジュリアなどと表記されていることがある。各国語文献では批判がリー式に名体性の順で書かれるものが多い。4歳の時にスケートを始め、13歳よりティサウイバーロシ SC に所属して、 フィギュアスケート競技に取り組んでいる。憧れの選手は、彼女同様ダイナミックなジャンプを最大の武器として活躍した伊藤緑、サーラズ・アンドラーシュに支持して、頭角を表した。2001から2002シーズンのソルトレークシティオリンピックでは、ショートプログラムで6位と最終グループに入り、フリーでは細かなミスが重なるも8位となり、総合で8位入賞と検討。 自身の五輪では最高順位となった。2002から2003シーズンの欧州選手権では3位。2003から2004シーズンの欧州選手権では、ハンガリーの女子シングル選手として初の優勝を成し遂げた。世界選手権でも自信度を大会最高位となる総合6位だった。その後は不調に苦しみ続けたが、2006から2007シーズンにコーチを、 クーゲン・バーダニャンに変更して復調。グランプリシリーズでは、中国杯で優勝、ロシア杯で2位となり、2度目のグランプリファイナル出場を、果たした。2008から2009シーズン、アキレス腱損傷のため中国杯を欠場。2009から2010シーズン、4大会連続の冬季オリンピック出場となる、バンクーバーオリンピックの開会式では、ハンガリー選手団として、 自身初の五輪騎手を務めていた。自身最後の五輪の舞台は総合17位に終わり、優秀の美は飾れなかった。過去12回出場した世界選手権では15位だった。この世界選手権を最後に2009から2010シーズン限りで現役引退を表明し、プロスケーターに転向した。ダイナミックなジャンプが最大の武器ではあるが、 体の柔軟性も兼ね備えており、ビールマンスピンなどもこなす。2006から2007シーズンに入ってからは、動きの優雅さも身につけ始めている。ありがとうございます。